こんにちは、もみぎ若杉です。早速ですが、はい、今週の週末どこ見る？はい、今週末はどこの物件を見ればいいですかね？はい、またいくつかちょっと、物件調べてまして、今週ちょっとお勧めしたいなと思ってるのは完成物件で、かつ、ちょうど金額変更があった物件ですね、をご紹介させていただきたいなと思っております。で、今回の場所がですね、府中市にはなるんですけども、白糸台6丁目という住所で、まあ、京王線でいうと、武蔵野台の駅から、徒歩9分で、飛田給の駅から、徒歩10分というようなちょうど中間の位置にはなるんですね。で、ただちょっとこれ好き嫌いははっきり出てしまう物件なんですけども、南側がですね、かなり今こう何ですかね、公園のような畑のようなみたいな感じで少しこう開けているような日当たりのいい物件になっています。ただちょっとその向かい側が、京王線が走っているので、まあ多少お隣とかそういったものはちょっとあるので、あの限定的に、そういうのが無理じゃない方っていうような形にはなってしまうんですけど、そこがこうある程度音とか、そういった部分が気にしづらいっていう言い方でいいんでしょうかね、そういうふうに見ていただける方にはこうかなり魅力になる物件かなと思って、ちょっとピックアップさせていただきました。なるほど。はい、実際どれぐらいの音なんですか？家の中に入って聞こえたりするもんですか？まあ、聞こえはしますね。ただまあ当然窓開けてる閉めてるで随分ちょっと音の感じ方は違ってくるので、まあ大体距離でいくと8メーターぐらいかな、10メーターぐらいかなぐらいの聞き具合はあるので、まあ、振動っていう感じはあまり感じないんですけど、まあ、どうしても音はまあするなというしっかりと認識できるようなことはしちゃいますね。ただ、まあ、今回その南側が外にこう抜けてるっていうことと、あと、まあ、建物が結構広くてですね、うん、はい、平米数でいくと103平米、おなのでゆったり 4LDK っていう形ですね。はい、で、一応まあ、資料的にはこういう形の物件になるんですけども、まあ、下は全部 LDK で22畳ぐらいのLDK になっているので、かなり広めのゆったりとした形にできるのかなと。で、お2階も4部屋ついているので、いろいろとこう、多目的っていうんですかね、いろいろ家族構成によってもこう使い分けがいろいろしやすいのかなというふうに思っています。土地面積も145平米ですね、坪数でいくと44坪になるので、はい、かなりねこう敷地に対してゆったりめで建てていただいているような物件にはなるので、こう見ていただいてこう広さと日当たりとが風通しもいい感じになりますね。まあ、強いて言えば、音の問題あります。ただ、ちょうど、金額書いてもあったんですけど、今、今週はですね、5680万円でご提供させていただいているような物件になりますので、まあ、ぜひ一度中を見ていただいて、こう広さとか、空間を体験していただいてから、まあ、よし悪しを判断していただくのにはいい物件なのかなと思って、今週のホームビデオに、おさせていただいたという形です。なるほどですね。はい、じゃあ、まあ一回こう物件を見て、そうですね、音がどれぐらい気になるかによって考えていいんじゃないかなと。そうです、そうです。なので、音はなしにしてくださいっていうのはなかなか難しいと思うので、うん、まあ、実際は見ていただいて、まあ、許容範囲の人もいれば、まあ、全然ダメな人もいらっしゃると思うので、うん、まあ、ただこう広さと、日当たりの良さというふうな別のこうメリットもあるので、そことの、まあ、プラスマイナスでこう考えられそうな方はぜひ見ておいていただいてもいいんじゃないのかなと思っております。わかりました。はい、確かに住んでしまうと音に慣れてしまうのもしかしたら結構住みやすいかもしれないですね。そうですね、そういうふうに思っていただける方もいらっしゃるので、はい、まあ、そういうふうに思っていただける方にはお勧めしやすいかもしれません、はい、では続いて、はい、今週のワンポイントマガジン、はい、はい、私もこうお題を考えるのになかなかこう詰まってきました。はい、結構ドキドキしますね。ですね、私から若杉さんを見ていると、いつもこう髪型ちゃんとしてるなと思うんですけども、はい、いや、そんなこともないんですけども。そうですか。はい、若杉さんは、はい、大体どれぐらいに1回床屋に行ったりしてるんですかね？ 4、5週間に1回ぐらいですね。あ、そうですね。はい、大体こう、ペースが大体決まって、伸び方も決まってるので、まあ、1回だと短いんですけど、まあ、ちょうど1ヶ月超えたぐらいなんで、大体5週、まあ、引っ張って6週。あとはその休みの日の都合によって5週になったり6週になったり、早い時は4週になったりとみたいな感じですね。それしか答えようがないですね。そうですね、ちょっと髪の毛も細くなってきたんで。あ、そうですか。はい、ちょっと気にはなり始める年齢ですね。あ、はい、
染めたりはしてないですか？あ、してます、してます。あ、やっぱそうです。そうです。ピコシラが多いので。ちょっと、若作りさせてください。お願いします。じゃあ、ありがとうございます。はい。では、現地ぜひ見ていただきたいと思いますので、お問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。失礼いたします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。